ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、危うきこと、類乱のごとし。積み上げた卵がいつ崩れるかわからないのと同じくらい、極めて不安定で非常に危険な状態にあることの例え。中国戦国時代、魏に樊書という才気あふれた人物がいました。ある時、あらぬ疑いをかけられ、つまきにされ、便所に放り込まれるという屈辱を受けます。命からがら逃げ出した樊書は、名前を張緑と変えて潜んでいましたが、そこへ、秦の昭王の命令で魏に来ていた使者を知り、得意の弁舌を振るって売り込みます。今の秦の政治は、積み上げた卵よりも危険な状態です。私が行けば、秦を反対にしてみせましょう、と。その使者は、樊書の才能を見抜き、秦に連れて帰ります。その後、樊書は頭角を現し、援交均衡策を提案して、外交政策に大きな成果を上げます。ついに、最小の地位にまで上り詰め、自分を便所に放り込んだ奴らに復讐を果たしました。その執念、すごいわ。同じような英語のことわざは、こんなのがあるよ。To rest on an inverted pyramid.今日のチェックポイント。rest 休む、休息する。inverted 逆さまの。危険信号を素早くキャッチして対処できる人ほど、被害を最小限に食い止めることができるのよ。気がつかなければ、卵は積み上がっていくだけ。危険を察知するそのセンス。意識して磨いていきましょうね。ということで、今日はこの辺で。それでは、次回をお楽しみにね。See ya! チャンネル登録すると、新着動画の通知が届くよ。見逃さないでね。